はい皆さんこんにちは、えーえー、レクセニー講師の森山です、えー、こちら携帯使用書士、えー、になりますで私の方ではレックの方で、えー、来年向けの講座としてですね、えー、携帯使用書士速攻チャージャン速攻プラクティス講座あこちらの方担当しておりますでこの時期から科目別受講ということをすることができて、えー、まあ、検討している方もいると思いますがまあ,あ私の方からもお勧めします でどういう方がいいかというとですね、まあ、この時期どうしても苦手科目ができてしまったあどうしてもあの科目ができないえこういう科目ができてしまった方はピンポイントで、えー、その科目別にですね受講することができますので、えー、ぜひ、えー、おすすめしたいと思います。で携帯小書士、えー、こちらの講座はですね速攻チャージェンで言うと、えー、1個1個のインプットのですね回数が非常に、えー、少なくなっております。 例えば民法であれば10回ですね3時間の講義を10回聞くことによって一通り民法を勉強することができます不動産登記法であれば8回ですねこちらので完結をしておりますそれから会社法、商業登記法だと2科目合わせてこちらが9回ですね。 これで完結しておりますもちろん、マイナー科目の方は実はですね少し時間を取っておりますもちろん、この主要科目の方が回数は取っておりますがマイナー科目でもですねそれなりの回数を取って全部説明基礎的なところはできるようにしておりますですから、主要科目にしてもマイナー科目にしても一通り基本的な論点を学んで苦手をですね一気にこう得意に持っていくということができます。で全体の回数は少ないですから あのー、今、自分のやっている勉強、えー、これについて、えー、邪魔することなくそこにプラスできるかなというふうに思いますからあぜひ、苦手なあ科目がある方ぜひ、えー、この際 その科目だけでもいいですから、あ取っていただけるとですね、そこがこう一気にこう苦手を払拭できるかなというふうに思います。苦手科目をなくすということが、あ司法書士試験に合格するための一番の道ですから、ぜひ苦手の払拭のために使ってください。この携帯司法書士の講座では、一個一個のですね、インプットの回数は少ないですが、あその分濃密に。 圧縮をしてお話をしておりますぜひ苦手科目克服のために使っていただきたいと思いますそれでは皆さん一緒に頑張っていきましょう